はい、一音源シリーズを一旦中断しましてですね、まあ、吉谷さんに対するメッセージ、吉谷拓郎マトリックスにまた戻らせていただきます。今回の動画ですね、街っていうことに対してのアンサー動画なんですけども、いや来ましたねこれ、まあ、私と本当に一致しましたね。私もね、結局ね、30年の支払いってことはいつ始めてもいいですよってことなんですよ。速稼塾に入っていただいて、入った初日からカリキュラムが始まるんではなくて、入りましたよと、その後で速稼塾っていうの中を見たりとか、速稼塾をいろいろうろうろしたりとかしてね、それから30年の間のどっかでやる気になったら、そこからね、久保さんこれをやりたいんだけども教えてもらえますかってことで、そこからスタートすればいいと思うんですよね。だから10年後に始める方、20年後に始める方、明日始める方、まちまちだと思います。ですんで、私はその内側からね、エネルギーが出るような動画を毎日送り続けるってことなんですよね。やらなきゃとか、動かなきゃって、時間がないって思わせるような、そんな動画をずっとずっと提供しているってことでございます。だからね、ただ単にね、私の場合は待つっていうことの中にも、待ちながらもこっちも何もしないんではなくて、やれない人がやれるように動機づけるってことをね、毎日毎日していこうかと思います。まあ最近ね、速稼塾の中ではその YouTube っていうのが流行ってるんですよ。まあ YouTube ね、あっちもでもこっちも流行ってると思うんですけども、結構速稼塾の塾生さんでこの3ヶ月で YouTube を始めて更新の頻度が上がりましたって方は、まあ10人前後になるんですよね。でこれはなんでそうなるかっていうと、 YouTube を作るために私がアンサー動画を作って、私の速稼塾の放送の中でポータルサイトに貼り付けたりとか、全体放送でね、こうやって流してるからなんですよ。だから、あ、 YouTube 作ったらまずチャンネル登録者数さんがいない、再生数が少なくても久保さんに全体に速稼塾に流してもらえるかもっていう風になるからなんですよ。プラス私からのアンサー動画が 100% つくんですよね。そしたらやる気になるじゃないですか。だからやるんですよ。でやったら返信動画もあるし、チャンネル登録も増えるし、他の方からのね、好意的なコメントもあるから、またやらなくちゃってなるんですよね。こういう風な動きをこちらで起こしていくってことはすごく大事なことだと思います。まあ、吉田さんもね、ドリアカの塾生さんのね、シェアとかしてますけども、もっともっと私はね、私なりに効果的になんかできないかなと思ってって考えた時に、まあ、YouTube をやった人がいたらこうするとかね、FX をやった人がいたらこうするみたいな、なんかいろんなパターンができてきて、要するにまたやろうとか、またやってみようって、もう一歩やってみようっていう風な動機づけを、だから内側にね、手を伸ばして内側からエネルギーが出るようにこうやってね、働きかけることだと思うんですよ。その結果儲かるようになったら、その時に塾費をいただくみたいな感じで、塾生さんのこの何ですかね、デメリットもリスクも排除してるわけなんですよね。まあ、そういうふうな形でやるのが私の速稼塾のやり方かなと思います。はい、吉谷さんのね、街っていうのとこれ一致したなと思うんですよね。やっぱ素晴らしいなと思います。まあ、私もね、スパルタ教室っていうのあるんですけども、スパルタ教室に関しましては最初に費用を分取るっていうのもスパルタなんですよね。しかもすごく高いと。だからそこには滅多に人は入ってこないですし、私ももう二度とやるつもりはないですね。あれは2016年のことだったかな、あれはやったのは。かなりのね、ハードなスパルタ教室だったんですけども、まあ、その中でね、参加者の方の6名の中で3名の方がね、ものすごい売り上げを上げてくださって、もうね、すごい、すごいなと思いますよ。やっぱね、スパルタもやり方なんですよね。ただやっぱり、6名中3名がスパルタの結果うまくいったとしても、3名の方がね、やっぱ置き去りになった部分があるんで、そこに対しては私はかなりね、至らなさを感じてるかなと思います。私の責任だとも思っております。その責任に対して、これから何ができるのかってことをね、改めて、やっていこうかと思うのが、まあ、私の速稼塾ということでございます。まあ、できない人を放置するんじゃなくて、できない人ができたのは自分のせいだと、それからやる気のない人が集まってくるとか、行動ができない人が集まってくるっていうのは自分の発信の結果なんで、やらない人が悪いなんて全く思わないですよね。やらない人を速稼塾というもので縁を持った以上、やらない人をやるように働きづける、そういうことをね、これからもしていかないとならないかなと思います。そしてどんな時に人はやる気になるかっていうと、ダメージを受けた時なんですよ。私はこのね、3ヶ月ずっとですね、失敗に塩を塗るようなことをずっと言ってきました。でもそういう時じゃないと分かんないんですよ。失敗した時に慰めちゃダメなんですよね。うまくいかなかった時とか、自分がリスクヘッジをしなかった時にですね、ものすごく気に病んだ時にこそ追い打ちをかけていかないといけないんですよ。だから言ったでしょうっていうような形でね。で、その後でなんですよ。ショックを与えた後で、じゃあ一からやっていこうと、俺がついてるから大丈夫だっていうふうなね、そんなメッセージを送るのが速稼塾かなと思っております。以上ですね。吉谷拓郎マトリックス、以上です。